岐阜県立海津明星高等学校は岐阜県海津市海津町高須町にある公立高等学校2005年に海津高等学校と海津北高等学校が統合され設立した後岐阜県立海津明星高等学校へと改名した2007年から海津校舎側の新校舎となった海津明星高等学校の開校は2005年であるが2010年に 創立90周年を迎えている。これは前進、全新校の旧制海津中学校、及び海津高等女学校の開校が1921年で、あるためである。なお、旧海津北校舎は改修され、岐阜県立海津特別支援学校として運用されている。ヨット部が、インターハイや国体で、全国制覇するほどの競合であり、他にもウェイトリフティング部や電算部、 ワープロブが全国大会に出場して活躍している。文部科学省が策定した学習指導要領においては、課外活動である部活動の出欠は、所属部員生徒の自由意志で部活動の入隊は生徒本人の任意であるとされる。同部では、顧問教員が部員生徒に対する入り退部の権限を持ち、学校教育法十一条に定職する指導も常態化していたとされる。 2013年8月から1年生、男子バスケットボール部員が、同部非常勤講師である、女性コーチから、使えない、もうやめてもらっていいよなどの発言を相次いで行い、男子部員は自殺。このコーチは、他の部員らに対しても、クズの1年生、カスヤナなどの暴言を繰り返していたとされる。自殺した生徒の両親は、自殺の原因は、 高知による人格を傷つける発言にあるとして、岐阜県を相手取り500万円の損害賠償を求め、岐阜地方裁判所に提訴した。多くの生徒が進学をしている。提訴、人格傷つけられ自殺岐阜県立高、部活巡り両親毎日新聞2016年9月6日、海津市、海津橋馬線、コミュニティバス。海津市、2019年3月24日閲覧。 AB 海津市、おちよほいなり線、コミュニティバス。海津市、2019年3月24日閲覧。海津市、南幹線、コミュニティバス。海津市、2019年3月24日閲覧。ありがとうございます。